皆様、大変長らくお待たせをいたしました。ただいまから農林水産大臣賞典第64回桜花賞競争の表彰式を行います。はじめに優勝馬プロミストリープ号に騎乗いたしました三鴨典史騎手に勝利ジョッキーインタビューを行います。プロミストリープ号勝利に導いた三鴨典史騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ダントツの一番人気に応えての素晴らしい走りでしたね。そうですね、人気するのは分かってましたし、まあ、この馬の、ね、走りを、ね、純粋に見せることができれば結果がついてくると思ったので勝ててよかったです。プロミストリープ号は JRA からの転入初戦でした。小回りの裏輪で乗ってみていかがでしたか？そうですね、レース前に一度調教で騎乗したんですけども、まあ、何の心配はないと思ったんですけども、ただ直線が短いっていうところがね、一番懸念するところであったんで、まあ、でも結果的にはね、外回る形になったんですが、まあ、いい瞬発力で発揮できたんで良かったと思います。それではレースを振り返ってまいります。スタートはいかがでしたか？そうです、 JRA の時もスタート一貫ポイントがね、あんま早くないんですけども、まあ、今日もあんまりいいスタートではなくて、中段ぐらいになってしまったんですけども、まあ想定内でした。はい、道中は外を回ったという話もありましたがいかがでしたか？そうですね、まあ、道中はね、うちでずっと足を溜めることができたので、まあ、最後外回して、気持ちよく走らせてやろうと思ってました。はい、ラストの直線ですが、この馬場では先行馬が有利かと思われましたが鮮やかな差し足を見せてくれましたね。そうですね、3コーナーちょっとね外を回る形になって、スピードね、多分スピード上がっていくところでね、一瞬遅れかけたんですけども、まあ、5サイン出してからはね、やっぱり次元が違う足を使ってくれたんで、本当に強い競馬をしてくれたと思ってます。はい、南関東のプロミストリープ号はこの勝利で関東オークスと東京プリンセス賞への優先出走権を手にしました。これからも楽しみですね。そうですね、これだけの成績をね引き連れて南関東に降りてきたんで、まあ、一戦一戦ね、すごく責任を持って騎乗したいと思ってますし、まあ、これからも期待していただいていいと思ってます。それではこの寒い雨の中集まってくださいましたファンの皆様へメッセージをお願いいたします。今日は冷たい寒空の中ご来場いただき誠にありがとうございます。少し不安していた小回りもね、うまく克服してくれまして、まあ、これから広いコースで戦っていくことになると思いますけども、期待以上の、ね、走りをしてくれると思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。プロミストリープ号勝利に導いた三鴨典史騎手に勝利ジョッキーインタビューを行いました。それでは関係者の皆様ご登壇くださいませ。それでは次に埼玉県浦和競馬組合高山二郎副管理者より優勝賞金2000万円が馬主様に贈られます。おめでとうございます。続きまして賞状並びに賞品の授与を行います。農林水産大臣より農林水産大臣賞として馬主に賞状並びに賞品が贈られます。贈呈は農林水産省競馬監督課大森正俊首席競馬監督官にお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして埼玉県知事より埼玉県知事賞として馬主に賞状並びに賞品が贈られます。贈呈は埼玉県総務部高柳三郎部長にお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。
同じく埼玉県知事より騎手、調教師、厩務員に賞品が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。